T-24 中戦車は、ソビエト連邦の戦車である。戦艦機に開発された、ソ連の単砲塔中戦車としては、少数ながらも唯一量産された車種である。1930年頃に製作が始まり、プロトタイプである T-12 を経て1931年に完成する。当初は 45mm 戦車砲を搭載する、予定はなく、 1931年までは基準のみで開発が進められていた。初期にはエンジントラブルに悩まされるも試験の中である程度克服し短期間ながら量産が行われた。T-24 は少数生産に終わったが開発に携わったハリコフのハリコフ機関車工場は後に T-34 や T-54 といった。 ソ連を代表する中戦車や、冷戦後のウクライナ軍の主力戦車である T-84 を開発することになった。天頂部などを除くと 20mm の走行圧を持ち、当時としては強力な 45mm 戦車砲を装備したことで、少なくともカタログスペック上は同時代の他国の戦車を圧倒していた。 しかし機械的信頼性の低さが付きまとったこと、そして同じ工場が生産する BT 系列の戦車が主力戦車に採用されたことから少数の生産に終わった。生産性は悪くなかったが、経済的な事情と開発の打ち切りが早かったことから大量生産に移れず T-24 そのものの開発は失敗と評価されている。生産された。 t-24 は、訓練に供されたほか、軍事パレードにも利用されたが、実戦投入には、及んでいない。コミンテルン砲兵、トラクターボロシロベッツ、重砲牽員トラクター生産台数は、決して多くない、t-24 だが、シャーシを利用した砲兵トラクターが大量生産されて、おり、成功策とみなされている。これらはソ連における、 最初の本格的な砲兵トラクターとなり、T-24 そのものとは異なり実戦投入に至った。これらは冬戦争後半から、老能赤軍の基本戦術となる火力集中戦法に大きく貢献した。コミンテルン砲兵トラクターは、T-12 戦車のシャーシを使用したものが1930年から50代、生産され、 131馬力のディーゼルエンジンを搭載し T-24 戦車のシャーシを利用したものが1935年から1941年にかけて2000台生産された。コミンテルントラクターは T-24 の欠点を引き継いではいたが、いくつかは設計者によって改善が行われ、また戦車としては重大だった欠点も、 トラクターとしてはさして問題にならないこともあった。コミンテルントラクターは ML、ML-20152mm 榴弾砲などの中型火砲の牽引に用いられた。ボロシロベッツ重砲牽引トラクターは、T、T-24 のシャーシを用い、エンジンに BT-7M や T-34、戦車の V-2 ディーゼルエンジンをデチューンしたものを使用した。 1939年からおよそ230台が生産された。ドイツの侵攻を受けた1941年以降1942年8月にかけては生産拠点をスターリングラードトラクター工場に移転した。ボロシロベッツトラクターは B-4203mm 榴弾砲などの重砲牽引のほか t-35 のような重戦車牽引にも活用された。また、日本国内においても、プラモデルなどで、比較的身近にその存在に触れることができる。ありがとうございます。